どうもはい、えー。ロードさんから多分今年出たんじゃないかな。こちら、SC17、SC17 を購入しました。で、購入した理由はですね、こちら、ロードのマイク使ってるんですけども、ここにパッケージングされてるのが US、USB-C、USB-A なんですよ。なんで、あの、ガッチャンコしてます。ガッチャンコしてるってうのはどういうことかっていうと、あの、んと、こういうやつですね。 このタイプ A こういうタイプ A のやつにこう挿して USB-C にするっていうまあ僕 Mac 使ってるんで Mac は USB-C ですからそうただねいちいちね変換するのめんどくさいというかまあアダプター必要ですよねまあ今アダプターしてるんでいいんだけどもま USB-C と USB-C にしたいですよねであとこれはまあたまになんですけどもなんかねあのー

で、まあまあ、これ、昔なかったんだけども、まあ、これ出たんで、まあ、これを買いました。なんで、まあ、これ、マイク使ってる方で、まあ Mac、Mac で利用されてる方は、まあ、この、まあ、もちろん、USB-C、USB の、あのー、ケーブルっていうのは、いっぱいあるんですよ。ただ、まあ、ロード使ってるんで、ロード使いたいですよね。<laughs> そう。<laughs> やっぱ App、Apple、iPhone 使ってたら、 iPhone 使ってたら、まあ、いろんな Bluetooth のイヤホンあるけど、iPhone 使ってたら AirPods 使いたいですよね。そう。なんで、まあ、ちょっと高いんですけど、まあ、チャイナ製とかだったらもっと安いのはあるんだけども、一応ロードの純正のね、えー、メーカーもんのやつを買いました。はい。で、今後はこれでちょっと今からちょっとつなげてね、やってみようと思うんですけども。 まあこの YouTube の下に入れときますので、まあこれマイク買ったよっていう。で、このマイクね、めちゃくちゃ良くて、ああのまあパソコン用のマイクにも使えるし、なんだ、一眼レフのカメラとかにも使えるし、iPhone とかにも使えます。だからもうハイブリッドで使えるんですよ、これ。で、音もいいし。で、一応ここ,ここに電池が入っていて、まあその電池、まあリチウムイオン電池が入ってるのかな。なんで、まあその外に行ってても、まあ、 何時間か持つんでログができますただパソコンにつなげてるとまあ給電してるので別に充電する必要はないんですよねだからまあ僕はね最初あのこれまあ一眼レフのこのなんだマイクとしてもいいなと思って買ったんですけど基本的に今はもうパソコンマイクとして使ってますだけど本当にたまにこれ使う時もありますうん だ普通って、普通のマイク、PC マイクとかは、まあ、PC マイク専用じゃないですか。これはハイブリッドで使えるので、で、音もいいし。うん。これはね、すごく軽いし、持ち運びもできるし、これめちゃくちゃいいですね。うん。はい。で、あとはこのセッティングですね。このセッティングもここに行き着いたんですけど、これも非常にいいです。で、これ、これはロードの純正じゃないんだけども、 えー、ロードの純正だとね、低いんですよ。で、これちょっとね、高くできるんですけど、このセッティングがね、めちゃくちゃいい。なこのロードのマイク、この,このマイク使ってる人は、このセッティングが非常にいいですねこ。伸びるんですけど、ここがね。で、ちょうどいい感じに伸びてくれます。ちょうど。<laughs> まあ、高さもちょうどいい感じに伸びてくれるので、まあ、これねあの、iPhone の自撮り用の一応あれなんですけど、まあ、あと、ここにちょっとかましてるんですね。これを。 うん、で、まあ問題点としては、ここの、まあこれちょっと通りましょうか。あの、ここのね、ネジ、ここに、ネジが、ネジがあります。ね。ネジがあるんだけど、このネジ山が大きいんですよ。だから普通のネジ山じゃ入らないんですよ。だから、あの、この、なんだ、衆、のこの、これをつけてます、これね。この、これを。うん。 でこれつけるともうこのままいけますんで。はい、これはいいっすよ。これねもう最強セッティングですね。いろいろね、Amazon でめちゃくちゃ調べて、これいいんじゃないかみたいなね、セッティングですよ。ほんとね、これちょっとベストサイズですね。ベストサイズ。もちろんこれね、こう、こうして、こう,こうできるんですよ。 ね、まあこんな感じで、ね、<laughs> まあこんな感じでしないけどもまあこれまあ一応 iPhone のこう自撮り用のやつでもできるんでで最近買ったのがちょっとあれなんですけどまあどうしようかな、まあ、いいやこれマイこう事でマイクで撮ってるんであのまあここの臭があるじゃないですかでこのね臭、えー、付きのやつを買いましたでこれをここにかますともうこれでもう iPhone もいけるってやつですね はい、まあちょっと今グラグラしてますけど、はい、でここはねしかものここアタッチメントで一応ここでもロックできるんですよこれってこのアタッチメントこれも便利ですねまあそのまあここ閉めればね閉めれば別に、まあ、全然大丈夫なんだけども一応このアタッチメントもあるんであのブレないっていうね、はい、これはね行き着いた僕が行き着いた しかも、ここもポールになってるんで、こう、ぐるぐる回せます。角度もね、いろいろ調整できます。しかもね、これ安いんですよ、結構。安いし、軽いし。ただね、こ、このアタッチメントがちょっと高いですね。でも、これで結構有名な、有名というか、その、ま、ちょっとメーカーもんです。ここのアタッチメント。こ、ここの会社は、多分チャイナだと思うんですけど。ここのね、あの、メーカーはね、あの、チャイナなんだけど、多分ね。 あのすごいね、いろいろアタッチメント作ってるんですよ。か,かゆい、かゆいとこに手が届く会社です。めちゃめちゃいろんなアタッチメント作ってます、ここ。あ、すごいんですよ、ここ。ここはね、すごい。もうね、そこを作るかみたいなのも作ってくれるんですよね。結構重宝します。まあ、これちょっとチャチンですけども、この、これが付いてるやつってあんまないんですよ。これがね。この、これが、臭が付いてるやつって。 なんか、かゆいところに手が届くんですけど。<laughs> もちろん、これがついてないバージョンも僕持ってますけども。で、あとね、これはね、あの、この、まあ今、インスタライブとか、あの、横じゃないですか。か横にもできるんですよ、これ。横にもできる。まあちょっとプラスチックでチャチンですけど、まあまあまあ、横にもできるし、応用できるっていう。で、これも安いですね。これはもう1000円ぐらいですね。これ。まあ、これも全部入れときます。 なんでまあまあ用途としてはまあこれはパソコンで使ってるじゃないですかでえー、まあそのちょっと外でと iPhone で撮るよーってなった場合これと撮りますよね撮ってちょっとま、ね、しますねします こんな感じで、あの、いけると。ただ、これがちょっとチャチいので、ちょっとね、iPhone が重いと、まあ、ちょっと安定感はないですね。うん。でも、まあ、あの、自撮りするんだったら、これぐらいでも十分かなと思います。うん。今、iPhone のインカメンってちょっと広角に撮れるので、まあ、これでもう十分ですね。これで、これで十分、あの、撮れ,れると、画角はいけると思います。はい、まあ、ちょっと手伸ばせばいいだけなんで。 で、あとは、ここにね、ここに、あちょっと見えないな、あのここに、ここに、ここに、もついてますんで、衆もついてるから、何ができるかっていうと、ここに衆がついてますんで、こういうやつですね、こういうのも。 これでいけるとこちらのマイクもこちらのマイクも新しく買ったんでこれもいいです軽いしこれめちゃくちゃ軽いしちっちゃいしあち,ちゃんとつけましょうか、はい、これでね、まあ、この全セットでちょっと載せておきますこれで ちょっとここがブサイクだな。まあ、しゃあないな。ここはなんかちょっとこうして。はい、うん。これいいっすよ。非常に。これで。れいいっすね。それっぽいくでしょそれっぽいでしょそれっぽい。これ。これよくないですかはい。ということで、まあ、あの、この YouTube の下にこの、これも入れときますんで、まあ、これ知らない人もいると思いますから。はい。ということで、では。